用事でもあった？うん、ちょっとね。しかし、こうも暑いと放送部でよかったとつくづく思うわ。え、なんで？防音の関係でクーラーが入ってる部室なんてここと音楽室くらいやろ。そういえばそうね。真夏の武道館なんて行き地獄やで。運動部は大変よね。ところで、今日は部活やってく時間ある？最近部活休みがちだったし、少し練習しないとね。よっしゃ、じゃあ行くで。まだ気抜いたらあかんで。これがラストや。
の放送が人気あんのもわかるわ。でも前誰かが涼子ちゃんの声が好きって言ってたよ、男子で。え、ほんま？誰やろ。また時間が空いたら遊びに来てな。うん、またね、涼子ちゃん。あ、お兄ちゃん、ただいま。おかえり、アンズ。これが当番組が独自に入手した怪盗アプリコットの映像です。うわ、二人ともご飯できたわよ。はーい、着替えてくるからちょっと待って。着替え完了。リース、行くわよ。了解、ご主人様。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。リース、スオ君のところへ予告状の配達、よろしくね。了解、行ってきます、ご主人様。さてと、昨日は一ノ瀬さんのところへ予告状を送ったのね。じゃあ、レッツゴー。一ノ瀬さん、なんだか出前でも持ってきたみたいな現れ方だな。やり直す？いや、いいよ。それにしてもこんなに目の前であの女怪盗を見られる日が来るとは。生きててよかったよ、ほんと。一ノ瀬さん、どこ見てるの？あ、いや、スタイルいいなと思って。日頃の訓練の賜物？帰る。ちょっと待て、すまん。そんなデザインの服着てたら嫌でも目が行くだろう。残念でした。ここは防弾用の特殊な繊維で作られた布が何重も入ってるの。え？嘘よ。なんだ。でもその服はいろいろと面白い仕掛けがありそうだな。この間の爆弾はどこに入ってるんだ？教えない。そんなことばっかり聞くなら私帰る。あ、おい、安心して、また来るから。次からはなるべく聞かないから、もう来ないなんて言わないでくれよ。一ノ瀬さん。おかえり、アンズ。あ、お兄ちゃん、ただいま。爆弾とかパチンコの弾は足りてるか？うん、大丈夫。そうか、足りなくなったら言えよ。おやすみ。お仕事はこれで終了っと。じゃ、おやすみなさい。あ、そのケーキ、あともう一個。って言
夢か。もうちょっとだったのに。今日の天気です。関東地方は全域に晴れマークが出ています。気温は。ケーキが食べたい。ケーキ。夢にケーキが出てきたの。すっごく美味しそうなケーキが目の前にいっぱいあったのに、一個しか食べられなくて。ああ、お腹いっぱいケーキが食べたいの。コウモリ型グライダーが壊れるからやめておいた方がいいぞ。そうね。行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてな。どうした？何かあったのか？ううん、なんかお兄ちゃんの顔が見たくなって。あら、望月、演奏中にどこに行く？え、お兄ちゃん？バイオリンは一人じゃないんだ。別に構わないでしょう。演奏中だったんだ。邪魔してごめんなさい。またね、お兄ちゃん。気にしなくていいのに。そういうわけにはいかないでしょ。じゃあ後でね。こっちです。やば。じゃあ失礼します。水島さん、またお話しさせてくださいね。なんだ、また望月か。よっぽど暇なんだな。暇じゃないわよ。来たいから来てるの。ふん。そんじゃ皿洗いでもやってってくれよ。ジュン、俺休憩入ってもいい？あ、望月さん、いらっしゃい。いいよ、アツシ。15分だけな。15分？ケッチくせ。じゃあ私お皿洗いやりますね。頼むよ。終わったらかき氷出してあげるね。やった。そっちのブルーハワイもちょっと食べさせてよ。やなこった。子供みたいなこと言ってるんだ。一口くらいあげたっていいだろう。そうよケチ。今勝手に取るから。あ、
一番濃いとこ取ったな。ああ、美味しかった。それじゃあまた来ますね。ありがとう、助かったよ。何を。なんでもねえよ、とっとと帰れ。はい、じゃあまたね、スオー君。ただいま。現場の川村元気くん。はい、現場です。ここが毎晩看護婦の亡霊が出るという噂の。元気くんって可愛いわね。お母さん。あら、なんか文句ある？別にないけど。母さん、お腹すいた。はいはい、もうできてるわよ。別に何も。テレビ見てたくらいだな。テレビ？スオ君ってどんなの見るの？普通だよ。まあスポーツ番組はあまり見ねえかな。応援してる球団とかチームとかないの？お前はあるのか？あるけど、秘密。どっちなんだよ、野球？サッカー？秘密だって言ってるでしょ。ち、別にいいけどな。お前がどこ応援してようが。ああ、すねちゃった。さて、お笑い番組でも見るかな。じゃあ、私も一緒に。か、え、れ。わかったわよ。じゃあまたね。今日のお仕事はこれで終了っと。じゃ、おやすみなさい。行ってきます。あまり遅くならないうちに帰ってくるんだぞ。ごめん。